女優の綾瀬はるか、32が18日、都内で行われた、主演映画、今夜、ロマンス劇場で、2月10日公開の完成披露を試写会に出席。舞台挨拶では、相変わらずのマイペースな天然ぶりを見せ、観客を笑わせた。映画のスクリーンから飛び出してきた、ツンデレ王女という役どころの綾瀬。ツンデレ要素を演じる難しさを問われると、おふふつ、と吹き出しそうになりながら、その前に強い役が続いてたので、強くなりすぎないように気をつけましたと明かした。また、答えている途中に、あれ、質問、と、質問内容を忘れるというおなじみのシーンも、さらに、共演者全員が、スクリーンから出てきて、欲しい人を質問された際には、最後に回答する前に、皆さんの意見を総称しますと、と謎の人ボケ。続いて、若い頃のマット・デーモンと、ムキムキになったマット・デーモンとトトロと、スパイダーマンと、あと、オードリー・ヘプバーンさんと、矢継ぎ早に答える天真爛漫さで、周囲を振り回していた。